なんかトンネルからもう来てるような音がしているな。あ、来ました。トンネルからなんか聞こえますね。もうそろそろ来ますかね。間違いないですね。来ますよ。下りホームも、小玉号が入線してまいりました。山陽新幹線新下関駅です。今日500系小玉は全然見ないな。約7分の停車です。のぞみ号に1本抜かれていくかな。停車している列車はこだま745号博多行きです。17時12分発車です。あと2分ほどで発車していきます。はい、のぞみ号が参りました。のぞみ号かな、こちらに抜かれていきます。入場券の制限時間をもう間もなくいきません。いや今日も新幹線でお腹がいっぱい、ひろゆき Z です。ご希望のボタンをお選びください。
収書の取り忘れにご注意ください。はい、ひろゆきセットです。今日もいい新幹線が取れました。おまけで貨物列車です。JR 西日本メンテック広島支社 の、 石田さんという係員の方はすごい感じのいい方でした。撮影させてくださいと言ったら、まあ、どうぞどうぞと言って、非常にああいう駅員さんは貴重です。下関駅のですね、在来線口と新幹線ホーム口のですね、議員さんの、石田さん、感謝申し上げます。まあ、すごいね、愛嬌のすごいある駅員さんで、男性の方なんですけど、ああいう方がですね、たくさんいると、JR も人気が出るんじゃないでしょうか。はい、8両編成が通過してきましたね。たくさん新幹線を取りました。貨物列車が何本か取ってくれないかな。まあ、時刻表を調べるという話ですけどね。今日も、たくさん鉄道取れて、鉄道の吸収したひろゆき Z です。今ですね、こんなに長い編成ですよね。これ在来線新下関駅です。いいですね、真ん中の通過線に貨物列車は止まってくれないかな。17時38分まであと15分ぐらいありますね。ちょっと時間あるんですけど、今日は下関駅に車を止めてですね、そこから三電交通バスでですね、あ、新幹線行ってますわ。ちょっと見えないかな。 N700 系です。下関駅に言いにくいですね、やっぱ下関駅に、車を止めて、三電交通で幡部駅まで行きまして、幡部駅からは JR でこの駅まで来まして、入場券を買いまして、1時間半ぐらい撮影させてもらって、また、17時38分の下関行きの普通列車に乗って下関にも帰って、車に乗って帰ります。今日はたくさん撮影できたのでよかった。まだ6月なので、もう太陽がまだ高い位置にあります。まあ、1年のうちにで一番長い、今昼間なので、いろいろ夕方遅くまで撮影しても明るいですよね。まあ、こんな感じですね。これからも、YouTube 7年目にひろゆき Z 突入しました。またですね、今年は山陽新幹線の、去年はですね、山陽新幹線にいろんな駅に行きまして撮影しました。今年もな、東海道新幹線の一駅一駅回りたいな、できれば。なかなか時間がないですけどね、時間を見つけては撮影に行きたいと思います。私のチャンネルを、登録していただいている、視聴していただいている方には感謝申し上げます。ありがとうございます。はい、以上、新下関からひろゆき Z でした。次はあなたの街に行くかもしれません。ひろゆき Z です。